ニハとカフベジ、ニハとカフベジ、ニーホットコハベイチ、1979年11月23日イ、は、トルコイスタンブール出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、トルコ代表であった。ポジションは FW、カフベジはトルコ語で、コーヒー農家のイ、トルコの名門、ベシクタシ JK の下部組織出身であり、 1996から97シーズンにハーサー・ムースタフ・ァ・シンダー監督に見出された。1997から98シーズン17歳の時にジョン・トシャック監督が率いるトップチーに合流し11試合に出場して2得点を挙げた。1998から99シーズンにはレギュラーに定着した。2002年1月 スペインリーガーエスパニョーラのレアルソシエダに移籍し、ドシャック監督と再会した。2002から03シーズン、レーノドゥヌエ監督に導かれたチームは、優勝争いに最後まで見、レアル・マドリードに、勝ち点2差の2位に躍進した。自身は23得点を挙げ、ロイ・マカーイ、29得点に次ぐ得点ランキング2位、対、ロナウドと、同得点数に食い込み、 リーグ最優秀外国人選手賞を受賞した。セルビア代表のガルコ・コバチェビッチと息の合った連携を見せて、二人で43得点をマークし、彼らの身長差、ニハトは 175cm、コバチェビッチは 187cm から、スポーツジャーナリストのフィルボールにリトル・アンドラージというコンビ名を付けられた。2003から04シーズンは、 UEFA チャンピオンズリーグに出場し、得点こそ上げられなかったが、グループリーグのガラタサライエスケーでアシストを決めるなどして、決勝トーナメント進出に貢献した。2004から05シーズン、ホームで行われたアスレティックビルバオとのバスクダービーでは2点を先制された後に同点に、追いつくにゴールを決め、劇的な勝利を演出した。しかしその後は、怪我に悩まされ、 満足なパフォーマンスを見せられずにいた。ソシエダでは通算でリーグ戦115試合に出場して57得点を挙げた。2006年5月16日、ビジャレアル CF と5年契約を結んだ。フリートランスファーのため遺跡金は発生していない。2006から07シーズンは負傷で長期離脱し、9試合の出場、1得点に終わった。 2007から08シーズンはコンディションを整え、ジュゼッペロッシュと共に攻撃の核となり、リーグ戦で18得点を挙げて、リーグ戦にエアクシンの原動力となった。2008年5月のヘタフェ CF 戦では、生まれたばかりの娘に捧げる2得点を決めた。2008年6月には UEFA エウロ2008に出場して負傷したが、2008から09シーズンは、 それらの怪我に悩まされ、19試合、764分間に出場したが1得点も挙げられなかった。2009年6月27日、フルスノベシクタシュへ完全移籍した。しかしトルコ復帰は、満足いくものではなく、2シーズンでリーグ戦34試合に出場して、わずか3得点にとどまった。2011年4月25日、新しく、 ベシクタシュ JK のアイドルとなったリカルド・クアレスマとピッチ上で口論となりチームメイトとの仲が険悪になった。5月18日、ベシクタシュ JK はニハトとの契約を解除した。2012年1月に現役引退を表明した。2000年10月7日のスウェーデン戦でトルコ代表デビューし、2001年10月6日の2戦に FIFA ワールドカップヨーロッパ予選。 モルドバ戦で初得点を挙げた。2002年に日本と韓国で共催された 2002FIFA ワールドカップのメンバーにも名を連ね、グループリーグ第2戦のコスタリカ戦の79分に、ユルドライバシティルクとの交代で途中出場した。決勝トーナメント1回戦の日本戦では、得点を挙げた海とダバラと試合終了間際に交代して出場した。 二派との出場機会は2試合の途中出場しかなかったが、トルコ代表は3位決定戦で、フース、ヒリンク監督率いる韓国を3-2で破って3位であった。UEFAA ウロ2004予選では、マケドニア共和国戦、2試合で2得点と、スロバキア戦で、計3得点を挙げたが、トルコ代表はイングランドに次ぐ、グループ2位となり、プレーオフで敗れて、 本戦出場はならなかった。2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではカザフスタン戦とデンマーク戦で計2得点を挙げたがウクライナに次ぐグループ2位となりプレーオフでスイスに敗れて本戦出場はならなかった。UEFA e ロ2008予選では3得点を挙げたがこのうちボスニア・ヘルツェゴビナ戦での得点は 本戦出場を決定づける重要な得点となった。UEFAA ウロ2008本大会では、グループリーグに戦を終えて、トルコとチェコが、同価値点、同得点数で並んでおり、グループリーグ最終戦は、両者の直接対決となった。残り30分の段階でトルコは0の2と、劣勢だったが、75分に、アルダトゥランが反撃の呪しとなる得点を挙げると、ニハトが87分と、 相手 GK、ペトルチェフのミスを逃さずに、同点ゴールを決め、89分にペナルティエリア外から、逆転ゴールを挙げて試合をひっくり返した。準々決勝のクロアチア戦では負傷したエムレ、ベロゾールに代わって、キャプテンマークを巻いたが、試合終了間際に、右太ももを負傷し、PK 戦の勝利はベンチから眺めた。準決勝ドイツ戦への出場は叶わなかった。 2012年7月6日、フルスビジャレアルのユースチームコーチに就任した。スピードに乗ったドリブル突破や遠目からでも積極的に放つミドルシュートを得意とする。攻撃的なポジションならばどこでもプレーできるユーティリティーさを持ち合わせている。またフリーキックも得意である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。